続きまして、ネット119をご利用いただく際の主な注意点をご案内します。ネット119のご利用には、メールとインターネットの契約が必要です。ネット119の登録・利用にあたっての登録料・利用料はかかりませんが、通信費は利用者の負担となります。ネット119は日本全国でご利用いただけます。ただし、電波が圏外の時はご利用できません。また、海外からは通報できません。あなたの通報は、自分が登録した消防か、通報地点の消防が受け付けます。あなたが今いる地点の消防が、通報を受け付けない場合もあるので、ご了承ください。ご利用にあたって、消防からメールが届くことがあります。例えば、登録情報の確認やシステムのお知らせなどです。ネット119定期手続きのお願いというメールが届いたら、記載されている URL を選択し、ご利用メールアドレスの確認を行ってください。